マリア・アンナ・ビクトリア・フォン・ザ・ボイエンは、神聖ローマ皇帝軍の元帥王以外フォン・ザ・ボイエンの名で、その遺産相続人。フランス語名は、マリー・アンナ・ビクトワール・ド・サボは、フランス王室の宴席であったソワソン・ハク、ルイ・トーマとその妻ウラニード・ラ・クロート・ド・シャンテラックの間の第一子、長女。フランス宮廷では、ソワソン姫と呼ばれた。両親の結婚が、 身分違いの結婚とみなされたことで、父はフランス宮廷からの世襲の感触や収入を失い、やがて王の怒りを買って、軍籍をも剥奪された。そのため息子たちと共に、弟王元の所属する皇帝軍に移り、スペイン帝唱戦争開始後間もない1702年にランダウ包囲戦で戦死している。残された家族の生活は困窮を極めた。 アンナ・ビクトリアはその長い前半生を女子修道院で過ごした。彼女は不器量なことで知られ、オジオイゲン講師は生涯一度もこの名と顔を合わせようとしなかった。オイゲン講師はもともとは同盟の老い孫、ヨハネス・フランツオイゲンに遺産をすべて譲るつもりだったが、彼が1734年に20歳の若さで亡くなった後、新しい遺言書を作成しないまま、 自身も1736年に死去した。そのため、おじの存命する唯一の近親者となっていた52歳のアンナ・ビクトリアが、およそ200万グルデンと見積もられる城や宮殿、所領、著名な蔵書と絵画のコレクションを自動的に受け継ぎ、突如として欧州で最も富裕な女性の一人となった。1738年4月18日、54歳の ビクトリアは20歳年下のザクセンヒルトブルクハウゼン、公子ヨーゼフ・フリードリヒト・パリで結婚した。この結婚はあからさまに金目当てのもので、ウィーン宮廷ではスキャンダルとして取り沙汰された。ヨーゼフは公爵家の罰子で皇帝軍に法兵中将として使え、美男子としてウィーン宮廷の長寿となっていた人物だった。ビクトリアは若い夫に朝の贈り物として、 側近30万マルクとニーダーエースターライヒ州の交付状の所有権を渡した。ヨーゼフは大変な浪費家で、ビクトリアは夫に金を苦面しようと、叔父の残した金目のものを片端から競売にかけたりただ同然で投げ売りしたりするようになった。やがて夫婦仲は冷え、二人は1752年に離婚した。ビクトリアは1763年。 脳卒中を起こし80歳で死んだ。ビクトリアが、おじから相続した遺産のうち、蔵書コレクションの多くは、皇帝カール6世が、城、宮殿はその娘のマリア・テレジア皇后が順次、買い上げた。絵画コレクションの多くは、サボヤ家宗家が購入したが、フランス革命戦争期に参逸した。以下は日本語訳にあたり直接参照していません。ありがとうございます。